ドリチーです。1週間ほど雨が降ったりやんだりが続いて、車庫に吊るしていた革ジャンにカビがいっぱい生えました。お手軽に安くすぐにカビが復活しない方法を考えついたら、意外にも誰もやっていないみたいです。面白そうなのでパパッとやってみたら、めっちゃ簡単だし、どう考えても効果は最強です。一つだけ心配していたことがあったんですが、どうなったのかご覧ください。車庫に吊るしてある革ジャンって随分存在に扱われるなって思われるかもですが、僕の家族の家族がいらなくなったからあげるよっていうので、作業着みたいに危険な作業の防護服として使っていい？というと、全然 OK とのことでもらってきた革ジャンです。僕は溶接とか金属の切断とかバラの剪定なんかに使っているので、車庫に吊るしてあるのが便利なんです。という革ジャンなので、お金をしっかりかけてカビ取りする気はゼロです。しかも半端なことしてカビの胞子や菌糸が残って、またすぐにカビが生えてきても面倒くさいので、カビを完全に撲滅させる方法ってのを考えたら、そりゃ塩素系漂白剤だなってことになりました。革ジャン全体の隅々まで漂白剤が行き渡って、しかも1時間ぐらい漂白剤に使ったままの方法は、ああ洗濯機じゃんってことになりました。めっちゃ簡単そうだし、なんちゃってハイターは1本90円ぐらいで超安いので、こりゃいい方法だなってネットで調べてみたら、そんな方法は一つも情報が出てきません。あれれと思ったんですが、まあ面白そうだからやってみます。
漂白と洗濯の作業から約1日経ちました。昨日の作業直後は水をいっぱい含んでいてすごく重かったんですが、かなり軽くなって濡れてる感じもだいぶなくなりました。乾いたらカビが残ってる場合白くなって見えるかなとも思いましたが、全く見えません。引き続き乾燥を続けます。いやー、なんかこんなにうまくいくとは思ってなかったのでびっくりです。なんちゃってハイターの漂白作用はすごいので、黒がムラムラに薄くなったり全体的に白っぽくなったりはするだろうと思ってました。風合いもごわついたり表面がガサガサしたりという予想も全く起きず、柔軟剤を使ったわけでもないのに作業前よりふんわりしなやかで逆にいい感じになってます。さてさて、最後は日光に当てて丸一日干したので完全に乾いた感じです。結局んとこ、僕が心配していた漂白剤による色抜けとかムラムラガサガサっていうのは何一つ起きませんでした。革ジャンを洗濯機で洗うための製品を3つ紹介しますが、価格の面では僕が使ったなんちゃってハイターと普通の洗濯用洗剤は合計しても50円もしていないので価格では勝ち目なしです。そしてこのカワルンという製品には抗菌剤が成分表に載っていますが、殺菌とか滅菌とか書いてなくってどうなんでしょうか。抗菌剤ってどのぐらい威力があるんでしょうね。中には成分が合成洗剤と柔軟仕上げ剤だけっていうものもあって、これはカビに効くんでしょうか。その点次亜塩素酸ナトリウムが主成分であるなんちゃってハイターはカビに対して超最強です。下手に効果の弱い洗剤でカビと革ジャンを洗濯機でぐるぐる回せば、革ジャン全体にカビをまぶすだけっていう結果になる可能性も否定できません。作業したすぐはそれっぽく見えても、またすぐにカビだらけってことになるような気もしないでもないです。その点僕の場合は最悪見た目は色が少し抜けたりムラになっても構わんよってな革ジャンですから、こんな高級品の洗剤を使うよりよっぽど心晴れ晴れです。いつもドリティファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリティでした。じゃあまたねー。